皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、5月9日、12時5分、昨日の、横浜 DeNA さんの試合、ニュースで見させていただいて、感じたことなんですけども、初回だったと思うんですけども、オスナ選手のセンター前ヒット、あれ思いっきり走っていってダイビングしてキャッチできませんでした。まだ初回だからというところで無難なプレーを選択されたんだと思いますけども、ランナーもいたしと。ただね、あの打球はポテンヒットだから、後ろに大きくそれていくような打球じゃないですから、絶対ダイビングしに行った方がいいですね。タイミング的にも、最初のスタート良かったら多分取れてますね。で、その思い切り走っていて、ランナーもそれ見たときに、多分ダイビングするだろうなっていうのがわかるから、あんまり多分走らないと思うんですよ。で、仮にもしダイビングキャッチして取れたら、もちろん、良いプレーですし、仮に取れなかったとしても、大きく後ろに、跳ねていくボールではないですから、で、その後、セカンドの横を抜けていく、タイムリーヒットだと思うんですけども、セカンドの選手、ダイビングして取れてませんでした。その今永選手の件のことを、私の方の動画で、指摘した、その内容は、全員がしっかりと確認しなきゃなんない。淡井さんの言ってること。その、チーズとして昨年日本シリーズで、阪神タイガース対、オリックスバファローズさんの試合で、ヘルメットが、タッチしに行った時に、動いたか動いてないかで、解説席の糸井さんが、動いたと言って、で、それによって動いてる映像と動いてない映像が2回出てきている以上、やっぱりね、もちろん、ホームベースのとこ昔からありますよ。スライディングしに行って、手が、ちょっと、上向いていたりとかして、この辺のところで、やっと。で、今永選手のその映像は、もう、ここぐらいまで上がっていて、ホームベースで薄いから、膝ぐらいのところか、もしくは手を下ろした時に、タッチしてるような状態になってるんですけども、だから足からスライディングしに行っても、不思議なことに、多分ちゃんと自分からスライディングしに行ってると思うんですよ。ただ、地面に体が接触した時、ちょっとバウンドして、足が上がってしまう。で、それによって、タイミングの妙とかが出てきたりとかもしてるとは思うんですけども、とにかく必要なのは、全力プレーだと思うんですよ。で、今日も天の神様への安全のお祈りしてますんで、昨日も天の神様への安全のお祈りしていました。大きな怪我は発生してないと思います。坂本誠志郎選手、阪神タイガースのキャッチャーの、ライトの森下選手からの返球でバックホームの。で、送球がそれて、キャッチしたら、そのまますぐタッチできてアウトなんですけども、ちょうどキャッチしたところが、もうすぐアウトにできるところ、もう低めのところの足元。ただ、それ、キャッチし損ねて、それてるんですよ、送球が。自然と。3メートルぐらいそれてたんじゃないですか。で、それね、セカンドの横を抜けていくゴロだったんですよ。だからそこも神一重で、例えば中野選手が、グローブ一つ分、ファースト寄りに守ってたら内野ゴロだったんですよ。だから昨日の阪神タイガースと広島の試合は、神一重の試合だったんですけども、その、なぜ森下選手は自然とそのところに投げてしまうかっていうと、ゴロで抜けていったボールですから、バッターランナーがセカンドまで行かれたら困るから、だから、その位置で、捕球できた瞬間、タッチできたらアウトにできて、次セカンドにキャッチャーが送球すると、そしてランナーがセカンド狙っていたらそこでもアウトにできて、ダブルプレーで、試合の流れを、覆すと。相手の勢いを止めてしまうと。そういうふうな状況を作り出す、自然とそうなるように、その神がかり的な力を効かせていたら、やっぱりそうなるんですね。ただそこはもう難易度がかなり高すぎるんですよ。
はっきり言って知ることが。だからまあ、結局、まあ、ワンバウンド、手前でまあ、ちょっとバウンド思想なぐらいの、送球だったのかな、ワンバウンドしたかな。なぜ捕球しづらい、キャッチャーが要するに3メートルも動かなきゃならなくなって、キャッチしに行ってるから、で、もちろん坂本誠一郎選手もキャッチングしてる位置を見るとそのまま何とかバウンドに合わせてとにかくキャッチしてアウトにできるところのバウンドに合わせてるから難易度は上がってしまってるんですね。で結局キャッチャーと走者の人が交錯してまあ大きく転倒されてもうランナーの人一回転してませんでしたっけ。まあキャッチャーも転がって出まして、まあけど一応まあ無傷でして昨日は天の神様へのお祈りしっかりしてるんですよ。だからまあその辺のところでまあ全力プレー、心がける。特にポテンヒットで、それでダイビングをしに行って怪我する人なんかまずいないじゃないですか。だからそこはしてることが危険かどうかの部分もあると思いますんでね。その例えば内野のそのゴロでね抜けていく打球セカンドの人がダイビングして大怪我するかっていったらそれはないじゃないですか。だからそこはダイビングしなきゃならないし、だからなんかちょっと昨日の試合に関しては DeNA さん意図的に相手チームヤクルト選手を勝たせてあげたんじゃないかなと、まあそういうふうにちょっと見えますね。だからまあ両方の試合を取り組まなければならない状況になってしまっていった時点で、まあそれだけじゃなかったんですけどね、もう至るところですね、中日の方も、巨人に勝ってほしい方でしたし、その巨人がね、その最下位戦後1回しかなったことがないっていうところに、まあ大きな不満がこちらにはありますし、それは僕だけじゃなくて、飽きて巨人ファン以外の人全員そうだと思いますよ。昔の野球の歴史を見るとね、ほとんどの人が。でまあ、今日に関しては、もともと、まあ朝の、10時台、全面曇りだったんですけどもここまで晴れに持っていっています。まあ、その方法はね、掃除などで、そうしてるんですけども、まあ、こちら、南側まあ、太陽光パネル、エネルギーの残存量問題、プラス、まあ、やや風が吹いてると。だから屋根の上に小型の、風力発電とか、変わるのところは無理でしょうけども、そういうところも設置していれば、まあ、エネルギーが得られると。まあ、洗濯物も乾きやすいと。まあ、そういうふうな状況ですね。で、まあ、掃除でまあ普段なかなかしないようなところとかも含めて掃除すると、まあ普段の普通のその床拭きとかトイレ掃除とか風呂掃除とかそれぐらいでも玄関の掃き掃除とかそれぐらいでもねそこそこ晴れにはなるんですよ。でさらにまあですね、今日拭いていたのがちょっと以前からまあ気になっていたんですけども。まあ、こういうところですね。ちょっとその辺が甘いんですけども、爪楊枝とか使ってね、ちょっと何とかしようとしたんですけども、ちょっとこびりついていて、ちょっと緑にならなくて、まあ、こういうふうなところの間にカビとかが生えていたのを、掃除して、まあ、だいぶ、まあ、綺麗にはしてる。これがね、もともと一冬超えたりしたら、どれぐらいになるかっていうと、まあ、こっちも、反対側も、掃除してます。ここはね、まだ、掃除、もう途中でもうやめたんですけども、ウエスの方がだいぶ汚くなったので、まあ大体一冬超えたらこうなるんですよ。で、これもともとね、その掃除の仕方として、まあ、僕としては、効率とかタイミングを考えると、エネルギーのことを考えると、やっぱり曇ってる日とかに、重点的に、掃除をしたいと。そうすることに晴れに持っていくと。で、まあ、こういった活動をね、日本全国の方たちで、まあ、掃除をどのタイミングでうまく行うのかっていうところで、まあ、行っていただけたらいいんじゃないかなと思います。それとですね、
まあ、ああいうふうな部分の掃除、例えばもうあんまりもう寒くなってきたら、もう秋の頭ぐらいの頃に、頭というか、その初めの方の頃ぐらいに、もう掃除、あの辺も終わらせておいて、で、冬、越えて、まあ、ある程度、ある程度の時期になってから、していただいた方がいいでしょうね。それね、家の中の埃とかが、一応ね、ここもそうなんですけども、この3の間とかに、ここはまだ掃除してないんですけども、こう詰まっていくわけじゃないですか。で、冬は、家の隙間がね、それである程度埋まってる部分もあるんですよ。だから暖房器具とか使っていて、暖気が逃げやすい、逃げにくいとかもあるから、もちろん金属部分のところが一番の原因ですよ。そこは外気温で冷たくなってるから、それが一番影響を与えてるんですけども、あんまり、だから冬は無理しなくてね、特に窓を開けたりとかしなくても、春先と、あと秋の終わりの方とか、春先に各部分でね、もうある程度大体晴れになったら、まだ、次の日とか、曇りの日とかに、掃除したらいいでしょうし。あれで、3得点は、まず手堅くあるでしょうし。今日は阪神対横浜 DeNA 戦ですからね、どちらかというと、今日の試合に関しては、横浜 DeNA さん、この3連戦、3連勝していただいて、全然こちらとしては構わないと。そういうところですね。淡井圭介は芯が強いと。阪神タイガースはね、他の球団に対して、しっかりと、勝ちに行けば、全然問題ないので、しっかりと、阪神タイガース戦頑張って、全力 DeNA さん、出していただきたいなと。はっきりという意味ですよ。全力が出ていってしまったらどうしようもないですから、しっかりと全力を発揮すると、そういうふうな形でご対応していただきたいなと思います。今からだから、力がの、抜けていってるんですけど、横浜 DeNA の各選手の方に、ピッチャーの時はピッチャーの方へ、打者の時は、バッターボックス入ってる方のところに行けば、いいんじゃないかなと思います。この後、今日筋トレ、今のところ、腕立て、背筋15回ずつを、2セット分ほど、30回ずつ一気に行ってるんですけども、昨日はそれを、15回ずつを1セットとすると、4セットほどして、あとは懸垂を3回してとか、それぐらいですね。あとは掃除云々とかで、だいぶ時間とかもなくなりますので、あとは、裁判用の書類作ったりだとか、そういう状態でしたね。今日ももちろん、遊んでいません。もちろん試合が終わるまで遊ぶつもりもありません。この後、ちょっと懸垂したり、あとは夕方ぐらいにまた筋トレして、で、その間は六法全書から法律名を、探し出したり、自分で記載したノートから法律名、探し出したりとかして文章を作ったりとか、裁判用の文章を作るなどですね。今日は、試合見るかというと、多分見ないと思いますね。あとはいつも通り、楽天やロッテの皆さん、しっかり買っていただいたらと。ロッテの皆さんは、もう下克上でいいんじゃないですか。何回も言ってますけども。で、ちょっとね、ソフトバンクが独走態勢で2位のチームに現時点で5.5ゲーム差ですからね。もう先に言っときますよ。以前のパターン、大型連敗ありました。そういうところで、ちょっと、特に対ソフトバンク戦で全員、底力発揮して徹底的に勝ちに行くっていう形で、試合を行っていただいて、2軍にもね、
電話待たれてる方たちもいらっしゃると思いますんで、まあ、阪神タイガースもそうだと思いますよ。まあ、全力プレーしていただいて、まあ、外野手の方たちとか、まあ、フェンス激突とかもあるかもしれません。で、まあ、その時にね、まあ、大怪我はしなかったとしても、まあ、ちょっと体痛いと。まあ、そういう時に、他の選手と代わってもらったりとかね、それでいいと思いますよ。体の痛み取れるまで。それやっぱりバッティングとかにも影響してきますし、その後の守備とかにも。だからまあ、そういうような形での全野球っていう部分が、できてるかできてないかで言うと、まあ、その辺のところをしっかりと、していただきたいなというところですね。まあ、ノイジー選手もちゃんとオフェンス際は怖がらずに、しっかりとボール取りに行ってくれたりとかはしてくれてるんですけどね。まあ、森下選手。森下選手の場合は、まあ、どうしてもまあ去年のことを思い出してしまうんですけども、オフェンス際。まだちょっとな去年は慣れてなかったのかなというところですね。その背筋、森下選手もパワーある方だから、背筋鍛えてるから、背中からぶつかって、後頭部さえぶつけなかったら、そんなに大きなダメージはならないですよ。走っていって。だから補給の仕方の、それをジャンプの仕方、それを、しっかりと、身につけれてるかどうか。背筋がやっぱり筋肉の中で一番大きいですからね。背筋がクッションになりますから。あとは、まあ、スライディングキャッチで、まあ、フェンス際、ファールゾーンのところとか、まあ、足を前に出すような形で、まあ、キャッチするだとか、まあ、手の方から行った時にキャッチして、で、まあ、うまくその後対処ができたらいいんですけども、手の方からキャッチしに行って、フェンスに、まあ、グローブが、当たるような形。基本的には、まあ、グローブをつけてるから、手首さえで、まあ、大丈夫だったら、大抵の時はそこまでっていうことはないと思うんですけどね。グローブがクッションになってますから。まあ、一番うまいのは、手でこう、キャッチしに行った時に、こう、体をくるんと回して、背筋の方からぶつかる。で、体を丸めておいて、キャッチするまではそこまではしっかりと伸ばして、ボールを見る。キャッチしようった後、掴んだ後はもう体を丸める。回転する。それで、まあ、背中から、フェンスにぶつかるような形であれば、その受ける面積が 広ければ広いほど、衝撃が分散するんで、それぐらいだったらね、あとまあ、背中プラスお尻の部分とかも当たったら、まあ、それだけ面積飛躍的に広がるんでね、だいぶまあ、体にダメージっていうものは、まあ、ないような状態は作れるとは思います。まあ、そういうふうなことを普段から練習してるかどうかで、とっさの時に、まあ、昨日の広島の菊池選手、相変わらずセカンドからダブルプレー取られた時のファーストへの送球、ジャンプしながら正確な送球、もうファーストの選手が取りやすいところにしっかり送球する。やっぱりああいうところがね、守備職人なんですけども、ただしもうガム噛んでるところを見かけましたからね。仕事中に勤務中にガムなんか飲んがいいですよ。まあその辺のところでね、まあそれは阪神タイガース戦で返していただかないとというところですね。もう頭の中はこちら取られていますね。まあそれが今の時間帯どこへ行っているのか、12時24分。まあメジャーリーグのその試合の時間帯とかも、あまりもう気にしないように行動してるんですよ。まあ、とにもかくには遊んでないわけですし、まあ、いろんなそれなりのことを行っているので、まあ、そこに結果はついてくるんじゃないかなと、思っています。今日はね、結構眠れました。以上です。